赤番のホーム6番林直樹は昨日うまく立ち回るレース運びで、最後は小野寺との2着争いを演じました。赤番のホーム動いたのは九州の2人、3番の永田修介が2番の佐山博明に蓋をする格好をさあかわしていきます。先行体制は3番永田、7番の松尾雅人が2番手、内でやや包まれる格好は2番の佐山博明、近畿勢は2番手で並走、3番手以降に車を下げました2番の佐山。この間に1番小野寺雄太が巻き返していきました。北勢の動きに乗っていく6番の林直樹、スローに流れて残り1周半、1番小野寺雄太今日は風を切っていきますが、この外から2番の佐山博明、さあ仕掛けて一気に先行体制に入りました。叩き切っていった2番の佐山博明、追う4番の羽賀信康、近畿勢が再び前段、3番手は離れて1番の小野寺雄太、5番の白川優也、続いて北の茶3、4番手後ろ動きはどうか。インコースから3番永田修介、巻き返しを狙っていますが前とは差があります。前は近畿勢2番の佐山博明、追いかける4番羽賀信康、昨日同様のワンツー勝負、2番の佐山博明逃げ切ってゴールイン、4番羽賀信康が2着、離れた3着は5番の白川優也。